皆さん、こんにちは。本日は第72回肥後医育塾、知っておきたい次世代がん治療、がんの個性を知るための病理診断とゲノム医療をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会を担当させていただきます、肥後医育振興会の常務理事をしております、片渕秀隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この肥後医育塾は、肥後医育振興会、化学および血清療法研究所、熊本日日新聞の主催で行っているセミナーでございます。さて、今回はもう皆さんとご存知のように、ご視聴者の方々が入れない状況で、今回塾を開催するということにさせていただいております。講演動画の配信という形になりますが、多くの方々にご視聴いただけますように、どうぞよろしくお願いいたします。では、講演に先立ちまして、肥後医育振興会理事長西勝秀より一言ご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。今、紹介されました、私、肥後医育振興会の理事長を務めております西でございます。本会は、誠に残念なことながら、聴衆の皆さんにおいでいただけないような形での開催になりましたが、最後までまたいろいろの皆さん方のご注意を少々いただければ幸いに存じます。なお、肥後医育振興会と申しますのは、これは熊本大学医学部が、ちょうど今から25年前に、100周年の記念を迎えまして、発足しました財団でございます。公益財団法人といたしまして、熊本県では第1号の財団となっております。で、これはその財団の趣旨といたしましては、これは熊本県下の皆さん方に正しい医学情報を発信するということ並びに、医学医療の発展に助成をするというような趣旨で開催しております。で、今、司会者の方からもご案内いたしましたように、この肥後医育塾といいますのは、すでに70数回を飾るということになりまして、25年間にわたって熊本県から皆さん方に正しい医学情報を発信してきたわけでございます。で、今回はこのがんに関する遺伝子ゲノムに関するということで、熊本県下における専門の先生方にご講演をいただくということになりました。よろしくお願いいたします。どうぞ、それではどうよろしくお願いいたします。肥後医育振興会理事長西勝秀よりご挨拶申し上げました。さて、我々のこの肥後医育塾は年間3回のセミナーを行ってまいりました。今年度、ここに挙げておりますように、2人に1人がなるがんを正しく知ろうというテーマで、この1年間のテーマとさせていただきました。3回のテーマといたしましては、8月23日、がんの予防と早期診断、がんにならない、がんで死なないためにできること、11月1日、あなたがもしがんにかかったら治療を受ける前に知っておきたいことというテーマでさせていただきました。次のスライドお願いします。8月23日、第70回を振り返ってみます。がんの予防と早期診断というテーマです。がんの治療技術の発展により、早期であれば完治できる時代になりました。重要なのは予防と早期発見に努めることです。がんの疫学と病因、五大がんを中心に原因から見る個人の予防策、がん検診と血液一滴診断などの最新情報、遺伝性がん、子どもからのがん教育に着目し、予防、早期発見のためにできることをご紹介いたしました。この講演内容は現在、熊日 YouTube チャンネルで公開中であります。次のスライドお願いします。前回、第71回のテーマは、あなたがもしがんにかかったら、がんの種類や患者さんの状態によって効果的な治療方法は異なります。そのため、治療方法は医師とよく話し合い、選択していく必要があります。このセミナーでは、がん専門医制度、セカンドオピニオン、ASE 大の生殖がん医療、
緩和の考え方について専門家が詳しく説明しました。自身や身近ながんにかかってしまった時の不安を小さくし、がんと向き合っていくための知識や考え方を学んでいただいたと思います。これも現在 YouTube チャンネルで公開しております。次のスライドお願いします。そして今回第72回のテーマは、先ほども申し上げましたように、知っておきたい次世代がん治療、がんの個性を知るための病理診断とゲノム医療というテーマを挙げさせていただきました。例えば胃がんと病名がついても、一人一人のがんには個性があります。病理組織診断は、がんの診断とともに、その個性としての形を見る重要なステップです。さらに、がんの DNA を調べ、より効果的で効率的ながんの治療を行うゲノム医療が現実となってきました。現実的な近未来のがん治療を本日は紹介していただくことになります。ここからの進行は、今回の座長を務めていただきます熊本大学病院病理科教授でいらっしゃいます三上義樹先生にお願いしております。では先生どうぞよろしくお願いいたします。座長を務めさせていただきます熊本大学病院病理診断科の三上でございます。本日はよろしくお願いいたします。司会の片渕先生よりお話がありましたように、今回の肥後医育塾第72回公開セミナーでは、がんゲノム医療をテーマとして取り上げ、3人の先生方にお話をいただきます。がんの個性に基づいた治療であるがんゲノム医療は、一昨年から熊本大学病院において始まり、多くの診療科や中央診療部門、熊本県内の病院との連携がこれまで以上に重要になっています。まずはじめに熊本大学大学院生命科学研究部臨床病態解析学講座教授松井博方先生に、ゲノム医療とは何なのかについてお話をいただきます。次に熊本大学病院病理診断科特任助教川上文先生に、がんゲノム医療に必要不可欠な病理診断と遺伝子解析を行うための組織検体の取り扱いについて解説をいたします。最後にがん診療の第一線にいらっしゃる熊本赤十字病院腫瘍内科副部長の山本春勝先生に、本日視聴されている皆様方ががんになって、いざゲノム医療を受けるために、知っておいて、いただきたいことについてお話をいただきます。